これが真実の玉。真実の玉と言われるものの一つです。お前は。私は第二の扉を司るもの。第二の扉は真実の壁玉を持つ者のみがアクセスできる場所。なあフィンネルってさ、クラストニアで。より深くフィンネルを知りたくば第二の扉へ来るがいい。しまった。第二の扉か。待っていた。それでは扉を開放する。心の準備はよろしいか。ああ、もちろんだ。この扉の中には先ほどのさらに数年後の世界が封じ込めてある。それらの記憶を共有し役立ててほしい。それでは健闘を祈る。マネちゃん、私行くね。本当に行くのですか？あのような野蛮な地へ行けば無事でいられるかどうか。ちょっと怖いけど、でももうこれ以上茜ちゃんに迷惑はかけられないよ。だって茜ちゃんはもう将軍様なんだから、この国を守る人になっちゃったんだよ。それが何か。これ以上お荷物になりたくないの。それに自分の命くらいは自分で見つけたいから。そのようなものは相馬に任せておけば。ううん、自分のことくらいは自分でしなきゃ。だからごめんね、今までありがとう。私には茜ちゃんしかいなかった。私をここまで育ててくれたのは茜ちゃんだよ。だから大丈夫。誇り高きクラスタニアの民は常に凛として何に動じることもなく、心は大空の如し。自らを卑下することなく、おごることもなく、己の存在と常に共にある。そう、それ、その精神で頑張っていくから。やっぱり心配ですね。でも君が決めたことなのだから、私が止める権利はありません。少し寂しいですが、行くからには任務を全うして帰還するように。はい。ごめんね茜ちゃん、私嘘ついた。私はただここから逃げたかっただけ。大地の心臓なんて見つかりっこない。せめて死ぬ時くらいは誰にも迷惑かけずに一人で死にたい。そう思ってるだけだもん。だから、茜ちゃん、元気でね。茜ちゃんなら立派にクラスタニアを率いていけるって信じてるから。ごめん。ごめんね。お前、死にに行くつもりなのか？
まあそんな悲観するなよ。タイガの生活も悪いもんじゃないぜ。本当？ああ、定食屋のおばちゃんとかさ、先生とかさ、いい人たくさんいるし、お前看板娘になるらしいからな。本当？ああ、だから心配するな。それよりお前に伝えたいことがあるんだ。お前がいじめられてる原因にはどうやらクラスタニアの国が絡んでるみたいだぜ。一体どんだけ大規模な。知ってるよ。お前知ってたのか。ならどうして今まで。ううん、知ってるのはこの階層の私。今現実で生きているフィンネルを完全に忘れちゃってるの。古い記憶だし、それに第四の扉の鍵はなくなっちゃったから。ありがとう、青戸。私不安だったけど、青戸が元気づけてくれたからもう大丈夫。これあげる。タイガに行った私もよろしくね。おい、フィンネル、一体どうなっちまってるんだこの世界は。だからもう許し。フィネット、今日はもうそれくらいに。明日もあるし。そうな、死んだら元も子も。どうしたんですの？お前は新しい鍵のヒューマか。いや、さっきから妙な瞬間が何回かあってさ。妙な瞬間ですの？許してとか、死んだら元も子もないみたいな物騒なこと言ってたけど、あれは一体何なんだ？さあ、この第二の扉にはそのような蓄積は存在しないはずですが。そうなのか。そういえばお前は。あ、申し遅れました。私は第三の扉を司るヒューマン、シフトキーと申しますわ。第三の扉へご案内するためにあなたの元へと訪れました。ぜひ第三の扉へお越しくださいね。